そこでおしゃべりしてる人たちがいるぞ。近くに行って聞いてみようぜ。俺に言わせりゃ上の連中はみんな貴族みたいに気取ってやがる。俺たち野良犬のことなんざ誰も気にしちゃいないだろ。待て待て、私は野良犬じゃないぞ。私まで一緒にしないでくれ。そう慌てて否定すんなって。ここに入ったからにはみんな同じなんだからよ。刑期を終えてここを離れてもろくな暮らしはできないって聞いたぜ。臭い飯を食ってきた連中が普通の奴らと同じように生きられると思うか？私は信じないからな。いっそこの世界がいつか洪水に飲まれて全員一からやり直すことになったらいいのに。おいおい、突拍子もないことを言うな。それに外には私の家族がいるんだぞ。まったく縁起でもない。いいか、確かに上は良くないところだけど、ずっとここにいられないわけでもない。聞いた話によると刑期を終えてもここで働けるらしい。それだって立派な生きる道だろう。水の上の世界とはおさらばってわけさ。ったくその自信はどっから湧いてくるんだ。そもそもお前みたいなやつを雇ってくれんのかよ。何の取り柄もないってのに。こいつら水の上の世界にかなり不満を持ってるみたいだな。そういえば水の上水の下って言い方地上じゃ聞かなかったよな。メロピデ要塞の囚人しか使わない言葉なのかな。それもそうだな。近づいて聞いてみようぜ。だからそういうことはもともと。待った、君たち誰だ。急に近づいてきて何を考えてる。わあ、ごめん。もしかして人に聞かれちゃまずい話でもしてたのか。なんだ。ただの慣れ慣れしいやつか。おい、こいつらが加わってもいいみたいな雰囲気を出すなって。ふん、まあいい。別に慣れ慣れしいやつは嫌いじゃない。よかったな。クスト、聞いたか。俺たちがいい人だってよ。で、その顔から察するに何か聞きたい情報でもあるのか。おっと、だがその前に僕は君たち二人のことを知ってるぞ。偶然にもな。え、オイラたちってそんなに有名なのか。あの公爵が直々に案内を買って出る人なんてそういないからな。ここにいるやつらはみんな多かれ少なかれ情報を集めてた。それで君たちは何をやらかしたんだ。ちょっとしたミスか。気に入ったよその言い方。このグループはポジティブなやつをいつでも歓迎してる。君たちは他の奴らと違うようだ。グループ？僕はクスト、こいつはラベリューヌ。人は僕らのことをボムブラザーズと呼ぶ。ああ、もちろんこれは爆弾をいじるのが好きって意味ではなく、僕らの情報がいつも爆発するようなものだからだ。ただのゴシップをそれっぽく言ってるだけだろ。それは違う。情報を知ることでここでの生活はより良くなるからな。例えば誰と誰が手を組んでいて誰々にはどんな噂があるのか、それから群れに馴染めていないやつのことも知りたくないか。まあ待て、これはどれも金になる情報だ。僕の情報をシェアするにふさわしい存在だということを君たちは証明できるか。クストはこういうやつでな。何かうまいこと言って証明してくれ。サービス職のことを言え。それで大丈夫だから。昨日のあれは特に良かったよな。今思い出してもよだれが出てくるぜ。おお、そうか。実を言うとここ最近のサービス食は僕のおかげでもあるんだ。何しろ厨房で半月も手伝いをしてたからな。おお、ってことはあのめちゃんこうまいステーキもお前が作ったのか。すごいぞ。まさかプロの料理人なんじゃないか。その通り、僕はプロでね、以前料理を学んでいたことがある。ここまで言われたら仕方ない。僕の作った料理が好きだというのなら、君たちはもう半分同志。いいか、これから言う情報はメロピデ要塞の現状を見極めるのに役立つものだと肝に銘じておけ。メロピデ要塞内部の勢力は実に入り組んでる。ここで起こることは基本的に水の上のやつらも干渉しない。みんな野良犬みたいなもんさ。そして最も怒らせてはいけない人物が公爵リオセスリ。まあ君たちはもう会っているな。彼は君が思ってる以上に情報に精通してる。彼が相手をしない時、その大半はあえて見過ごしているだけで何も知らないわけじゃない。公爵に認められたやつは医務室に行く時も優遇されるほどだ。ああ、それってジュリエのことだろ。気に食わないやつだよ。まったくあんなにしょっちゅう医務室に行くなんておかしくないか。多分仮病を使って労働をサボってるんだと思うぜ。ジュリエはここに来る前、フォンテーヌ科学院の優れた人材だったんだ。天に昇れるやつだろうと、重力に逆らえるやつだろうと、メロピデ要塞に来たからには囚われの身でしかないってのに。そういえばこの間ジュリエとルールビが一緒に廊下を歩いてるところを見た。どうやら図書館で言い合いになって最後は殴り合いになったらしいぞ。ジュリエもひどいやつだよな。あいつが女を殴るなんて、いやまさか。でもあのルールビーもまともじゃない。いつも口うるさくて男と喧嘩ばっかりだ。いっつも医務室に行ってる姿を見る。あなあ、思ったんだけど、まさかあそこでこっそりデートしてるとでも言うつもりか。どう考えてもありえないだろう。まああの時はルールビーもジュリエをボコボコにしてたらしいし、さすがに考えすぎか。そこの兄ちゃん、そうそう君だな。カードゲームは好きか。あれだあれ、七星召喚ってやつだ。カードゲーム好きってミートみたいにどこにでも生えてるよな。何言ってんだ。七星召喚をやる人がいるのなんて当たり前だろ。ほら一勝負どうだ。そっか、まあ無理にとは言わないさ。お前ずっとここでカードゲームの相手を探してるのか。ここって戦う場所なのに。拳だろうとカードだろうと同じ勝負だ。違いはない。メロピデ要塞にはカードプレイヤーがかなりいてな。たまたま君を見かけて、他の国から来た人ならプレイしたこともあるだろうと思って声をかけたんだ。ああ、いいぞ。じゃあここの先輩として何か先輩っぽいところを見せてくれよ。例えばオイラたちみたいな新入りに監獄のことを紹介するとか。なんだ、てっきり君たちは情報なんて集め終わったのかと思ったよ。分かった、何が聞きたい？お前が選んでくれ。聞いたことのある内容だったら言うから。なら変な噂のことは聞いたことあるか？じゃあ隅っこでよく世間話をしている人がいるのは？そうか、もう合ってるんだな。あの二人は面白いぞ。何でも気にかけて何でも噂にする。彼らほどしょうもない人は見たことがない。二人は昔外でシェフとバーテンダーをしてたそうだ。知ってると思うが、バーテンダーはよく客と世間話をする。シェフも料理をしない時にはその輪に加わる。他には何かあるか？そうだな。ここはとっておきの情報を披露してやるか。公爵が昔ここメロピデ要塞の囚人だったことは知ってるか？え、そうなのか？なあ、公爵もかつては俺らの一員だったのさ。罪を犯してここに追放され、その後どういうわけかここのトップになった。ただの囚人からメロピデ要塞のトップにだなんて、正直なところ少しばかり敬服しててね。禁域？誰かが作った言葉みたいだが聞き覚えはないな。誰から聞いたんだ？いろんなとこで聞いたんだけど、どれも噂ってだけで、知らないなら気にしないでくれ。他に何か情報はあるか？他にはもう思い当たるものはないな。また面白いことがあれば君たちに教えよう。ただしカードゲームに付き合ってくれるならな。よし、一回りしたし、そろそろリネと合流する時間になるな。約束通り生産エリアでリネを探そうぜ。その様子からして調査は順調って感じ？こういう時は計算しないで、情報をたくさん聞き出せたことを認めた方がいいと思うぞ。さすが君たちだね。それじゃそれを聞かせてもらおうかな。まさかそんなことがね。メロピデ要塞の噂を信じちゃいけないみたいだ。公使様が失踪したのは、おそらくここを離れる方法を見つけたからだろうね。さすがは執行官、想像以上に腕の立つお方だ。けどこれだけじゃお父様に報告するのには不十分。公使様の行方を知る必要がある。お父様から聞いたんだ。孔子様は休暇中ではあるけど自分の計画を持ってるって。今回の失踪が個人的な目的と関係してる可能性もあるだろうね。タルタリアがいなくなった場所はもう水に沈んでた。だからダイビングが得意なやつを探して捜索してもらう必要があるんだよな。話がそこまで進んでるのならもう言わなくてもわかるよ。この仕事はフレミネが適任みたいだね。うん。で、あいつは今どこにいるんだ？彼は今日仕事で忙しいんだ。それに大人数で集まってると人目を引いてしまう。後で僕から知らせておくよ。どういたしまして。協力すると言った以上、僕たちは君を失望させはしないから。それにしてもあのリオセスミのテリトリーでよくこれだけの情報を聞き出せたものだ。ちょっと感心したよ。オイラたち聞き込みは得意だからな。まずフレミネに同じ道をたどってもらって孔子様の手がかりを探してもらう。その道を使うにはパイプ正常日を狙わなければいけない。早くて6日後か。そこからさらに 2,3 日はかかるはずだね。そこまで計算できるのかよ。長いこと一緒に仕事してるとお互いの実力が分かってくるもんだからね。旅人、9日後にまたここで会おう。そうすればフレミネの行動に合わせてちょうど合流できるはずだよ。でも一つ君に頼みたいことがあるんだ。孔子様の調査については結果を待つだけでいいけど、近域の方は調査を進める必要がある。フレミネは変装が苦手だし、ミネットも他のエリアで近域について聞き回ってる。僕はこれからフレミネのための行動計画を練らなきゃいけない。というわけで、これは君にしか頼めないんだ。なんだ？難しいことなのか？簡単とは言えないけど大丈夫。君ならできるはずだよ。いい？君には何かしらの理由を見つけて医務室に忍び込んでもらいたい。そしてそこの状況を調査してきてほしいんだ。怪しい動きをしてる人たちがよく医務室に集まるって言ってたでしょ。あそこには僕たちが追ってる秘密が隠されてるかもしれない。君は看護師長と面識があるし、そう警戒もされないはずだ。医務室の構造や内部の状況をよく調べて、あらゆる手がかりを頭の中に入れてきてほしい。その後、それを僕に教えて。でも、あまり無茶はしないように。安全第一でね。ごめん。いつもの癖でつい、弟に言ってるみたいになっちゃったね。ひひ、別に悪いことじゃないって。そうだろ。それじゃあ次の行動に移るためにオイラたちも早速準備するか。うん。ここで一旦別れよう。9日後また会うことを忘れないでね。それじゃあ気をつけて。じっとしてろ。オイラが覗いてくるから。どれどれ。中に誰かいるみたいだ。一人じゃないぞ。私はダメなわけじゃない。それじゃよく聞こえないな。やっぱり正々堂々真正面から探りを入れようぜ。よし、準備ができたら入るぞ。おい、大丈夫か？まあ、どうしたのよ。ほら、慌てず、何があったのかゆっくり話して。こいつ、急にお腹が痛い、気持ち悪いって言って地面に倒れて、そのまま立てなくなっちゃったんだ。おいら、どうしたらいいのかわかんなくて、手足が冷たいし、指先もピクピクしてる。それに顔色も、何かの中毒とかじゃないよな。見てみるから、まずは横になりましょう。心配しないで、ベッドまで無事に連れて行くから。ほら、うちの肩に手を置いてゆっくり歩いて。うう、しっかりしろ。大丈夫、患者さんがごめんなんて言わないの。今から簡単な診察を始めるから、力を抜いてね。なるほど、なかった。ざっと見たけど命に別状はないから安心して。最悪のケースは心配しなくて大丈夫なのよ。え、そっか。あ、でもさあ、続けて診察するね。はーい、リラックスして深呼吸を。臓器にも大きな損傷はないのよ。ここを押すと痛む？ここは？え？ここが痛むはずないのに、おかしい。ここは痛む？分かった、そういうことね。多分お腹を壊しただけよ。ひどいものじゃないけど、そのピークが来たせいですごく痛かったのね。おお、そうなのか。大したことなくてよかったぜ。最近他の囚人も食事に問題があるって言ってたのよ。このことは早くシェフのウォルジーさんに報告しないと。とりあえず大事じゃなくてよかった。あまり心配しなくていいからね。あと 2、3 日もすれば良くなるはずよ。ひとまずここで休んでて、うちは薬を取ってくるから。ルールビさん、うちがいない間、この新しい患者さんのことを見ててくれる？わかりました。ああ、看護師長のやつぴょんぴょんしながら行っちゃったぞ。こんにちは。気分はどうですか？こいつ、お腹がすごく痛かったみたいなんだ。ここまでフラフラだったし、オイラも心配で。シグウィンさんが問題ないと言ったから、もう心配しなくて大丈夫ですよ。彼女はここで一番の医療スタッフですから。でも見た感じ、その医療スタッフってあいつ一人みたいだけど。ま、確かにそうだな。確かにそう？それはあくまで表面上の話です。メロピデ要塞を擁護するつもりはないですけど、ここに閉じ込められている人は全員が無能というわけではありません。罪を犯していても、ここにいる人たちの中には医術の心得がいくらかある人もいて、シグウィンさんの代わりに診察を手伝うこともあるんです。分かった分かった、君の言う通りだよ。ただそれをわざわざ患者さんの前で言う必要はないと思うけど、君だってまだ体調が良くなってないんだろう。なのに随分と元気そうだ。そうですね。すみません、ついムキになってしまいました。も体調が悪いのか？あ、持病でね。どれも慢性的な疾患だ。僕は定期的な検診でついでに看護師長が処方した薬を受け取りに来た。こっちのお嬢さんは医学を少しかじってるからか、ここの看護師長の右腕になった気でいるのかもな。もっと言葉を選んでもらえますか、ジュリエ。私が動機をよく起こすのはあなたのせいだってこと忘れてないでしょうね。ああ、もう喧嘩しないでくれ。お二人とも落ち着いて話そうぜ。でもはっ、釈放されるだってそんなのまだ先の話だ。それに仮に出たとしても僕たちみたいなのが元の生活を送れるかなんて誰にもわからないってのに。こんなくだらない話はここまでにしましょう。それからしばらくここであなたに会わないことを祈ってます、ジュリエ。それはこっちのセリフだ、お嬢さん。ちょうど僕も十分休めたところだ。ここは騒がしいし、そろそろ戻らせてもらう。じゃあね。あいつかったるそうに出ていったな。ふん、彼はいつもそうなんです。すみません、こんなみっともないところを見せてしまって。私はルールビー、あいつはジュリエ。あなたたちがあんな変人の相手をすることがないといいのですが。お前、あいつのことが本当に嫌いみたいだな。当然です。ああいう思い上がっていて毎日変な研究のことばかり考えてるやつ、誰も好きにならないでしょ。はあ、彼の話はやめましょう。私はもうしばらくあなたに付き添います。シグウィンさんはすぐ戻ってくるでしょうし、薬を飲めばきっと良くなりますよ。いえ、大したことじゃありません。ただいま。君たちちゃんと休んでた？シグウィンさん、お疲れ様です。ゆっくり休めたかしら。ベッドから降りて走り回ったりしてない？さあ、2日分の錠剤よ。1錠を飲んだらまたしばらく横になって。そうだ、ルールビさん、さっきは急いで離れちゃったけど、何色の薬を飲めばいいか話したのを覚えてる？ええ、覚えてますよ。黄色でしたよね。さあ、わかった。はい、これが君の分なのよ。今晩は薬を飲んで早く寝て、いい夢を見てちょうだい。はい、では失礼します。旅人も早く良くなるといいですね。旅人よね。カルテを書くからいろいろ確認させてちょうだい。あ、さっきの2人がうるさかったから、もう少しこいつを休ませてやってくれないか？代わりにオイラが答えるから。ねえ、分かった。症状は腹痛で吐き気も催してたけど、他に辛いところはあったかしら？それ以外にはなかったな。そう、薬を飲む以外に他にしておいた方がいいことはあるか？彼はもともと健康体だし、薬を飲めばきっとすぐ良くなるはずよ。その間は軽い食事だけにして夜更かししなければ大丈夫。任せろ。オイラが責任を持って見ててやる。あれ、寝るのか。まあいいか、ゆっくり休めよ。おう、オイラたちいろんなところを旅してきたんだ。あいつはああ見えて誰よりも頼りになるやつなんだぞ。そうなのね。じゃあ君たちは最高の仲間同士ってところかしら。心配しないで、彼は良くなるから。お、起きたのね。気分はどうだ？お前ずいぶんぐっすり寝てたな。オイラたちずっとそばにいたんだぞ。そう、安心して、もう帰っても大丈夫だから。定期的に薬を飲むのと食事は軽めにすることを忘れないでね。うん、ありがとな、看護師長。状況で眠れるよな。寝言までつぶやいて、こっちはヒヤヒヤしたんだからな。それはなかったけど、お前ずっと「はい、もん焼き魚を取らないで」とか「洗浄車をそこに置いて」とかでたらめのことばーがつぶやいてたぞ。お前が寝てる間、おいらはずっと看護師長と話してたんだけど。すごい素直なやつだし、部屋に怪しいところもなかったぜ。ひょっとしてオイラたち、調査する方向を間違えたんじゃないか？おお、よくそんな些細な点に気づけるな。とりあえずその情報をリナに伝えよう。約束の日が来たな。リネを探して合流しようぜ。